どうも、ホリボリブリッチでーす。怖いな、今の。初めての方へ。YouTube をね、昔から見てくださってる方は、こんな動画見なくても大丈夫でございます。見てよ。ここ1年ぐらい見始めた方、うん、もう何のこっちゃ分かんないと、はい、いうわけで、我々は何者なのか、この YouTube チャンネルとは何なのかというお話をしていきたいと思います。それでいってみよう。何者なのかと。あなたたちは何者なんですかというところでございます。気になる、それ気になるかな、みんな。僕は、ドッグブリーダーなんですね。もともとはここ、自宅茨城県にある犬舎なんですけども、ここでブリーダーの仕事をしていたんです。そこには14頭の母犬たちがいて、子犬も、5頭から10頭20頭ってね、たくさんここにいっぱいの犬がいて、でバイトさんたちもいたりとかして、ここで動物繁殖、犬をブリーディングして一般の方に販売する仕事をしておりました。なので僕はドッグブリーダーなんです。ね、こう見た目からは多分推測ができないと思う。なんでこんなね、入れ墨めっちゃ入ってんのとかっていうのは、タトゥー屋さんを僕はやっていたんです、ね、これ僕の人生をね、30秒で振り返りましょう。時間かかりそう。承認欲求高い。高いからね。タトゥー屋さんをね、20歳ぐらいの頃から自分一人でやってるんです。その都合でこんなにタトゥーがたくさん入ってるんですね。で、タトゥー屋さんをやってて、犬を飼ったんですよ。あそこの豚でございます。あ、豚。一人だけ豚がいます、どう見ても。あ、いた。あいつを飼ったんですわ。あいつを飼ったら、豚。可愛くてしょうがなくなって、こんなに可愛いのがあるんかいってなりまして、で、僕は、こんなじゃあブリーダーっていう仕事ええやんと思ってね、ブリーダーの仕事をし始めるんです。で、ブリーダーの仕事をするにあたって子犬を売らなきゃいけないでしょ。で、子犬を売るためのツールとして YouTube を選んで、 YouTuber としてもデビューしました。で、 YouTuber をやったら人気が出たもんで、アパレルショップ開いて物を売って小遣い稼いだりとか、このドッグランをね、前はここお金取って開放してたんです。一般開放してて、でドッグラン経営したりとかして、とにかく小銭稼ぐのが好きなおじさんなわけでございますよ。なんでフレブルブリーダーチャンネルなのと。フレンチブルドッグ以外は僕あんまり犬は好きじゃないんです。じゃあフレンチブルドッグ好きおじさん、そうそう、怖えからあんまり噛んだりとかするし、吠えるのもうるせえから、あんまりこうフレンチブルドッグ以外は好きじゃなくて、でフレンチブルドッグ専門のブリーダーをやってた。なのでフレブルのブリーダーのチャンネルで、フレブルブリーダーチャンネルでございます。わかりやすいね。で SEO 対策ですね、検索して出やすいように、ね、フレンチブルドッグブリーダーとかで出やすいように。ちなみに YouTube の方の検索だとフレブルブリーダーってあんま検索しないんだよね、ブリーダーって検索するときは犬飼いたいときに検索するから、どっちかっていうと Google の方でね、ウェブの方で検索する。だから僕の狙いとしてはGoogle の方の検索をすると動画も出てくるんだよね、 YouTube のリンクで、あそこで自分が出てくるのを狙った悪徳商法でございます。YouTube の検索の方で出てきてってい う、 こう手っ取り早くね、目先の欲じゃなくてちょっと先々を見越したブリーダーの方で、成功したいなっていう、こう欲深い、あの金欲が強いもので、そういうのを見越して、Google の方の SEO を意識してフレブルブリーダーチャンネルという名前にしました。ちなみにフレブルさんって呼ばれます。業者さんとかには。マジ、フレブルさん、フレブルさん、フレブリさんじゃないんだ。フレブリさんじゃない。あ、そうなの。ちょっと略しづらいなっていう、そんなキャッチ、略しやすさとか、キャッチーさよりも覚えやすさとかよりも SEO を最優先してこの名前になりました。フレブルさん、何人でやってんのと。誰らがやってんだと、もちろんこの私、しげたさんと、今撮ってくれてるピースケさん、これが我が最愛の妻ピースケですね。じゃあさっきも話してたけども、僕が人生で初めて飼ったペットです。かわいい、かわいい。もう今8歳ぐらい。8歳だね、日本一のフレンチブルドッグと呼ばれております。オス犬、オス犬のジャックで、シビック、あそこで気候気候が目立つのが、スープラでございます。ピーペコちゃんとかね、ペコティアン、ペコティアンとかね、ペコメロディーとかね、ジャクゾウくんとかね、
ジャックソーとか悪口じゃねシビックどんぶり丸どんぶり丸、うんね、チュープラポンね、うん、チュープラポンとかチュープラポンもねチュープラポンねチュープラポンそうクソガキがおりましてクソガキ、それはレイ君という子でピースケの子なんです、うんね、僕の子だと思ってる人は結構いて、うん、僕とは血縁関係はないんですその主張戦でもいい僕にあいつを育てる義理はないんです主張戦でもいいピースケはバツイチで元旦那さんとのお子さんなんです。でそれをうちに勝手に連れ込んできてうちに座った末路が今の生活なんですね、うん、前はさっきも話したけどブリーダーの犬舎だったから、もっとたくさんいたんです。だから超たくさんタレント揃いというか、うん、でその子それぞれにたくさんねファンがいてみたいな私はこの子推し私は誰々推しみたいな感じでいたんだけど今ちょっとあまりかすみたいな4人が残っちゃってるんでかすいななんかちなみにブリーダーの犬舎始めたのはペコちゃん1人で始めました、うんうん、でペコちゃんで1人で始めて、2人に増えてでその2人の子供たちがまた犬舎に残って、また出産してくれてでこうネズミ子方式バーッと増えていきまして最終14頭になっておりました。で今まで過去に犬舎で販売した子犬は、100頭は超えてますね。たくさんの子犬を一般のご家庭にお届けしました。ちなみにあそこのシビックは、うちのジョンっていうね母犬とこちらのジャクゾウ君の子供でございます。ピースケは最初は一般のお客さんとしてうちにいらしたんですね犬を飼いに。でまあ、ちょっとここ名言はちょっと避けますけども僕目当てで近寄ってきたんじゃないかっていう噂も、噂もね、ちらりほらり噂ですけどね。この経緯を30秒でお話ししますと、ピースケは最初に、ね、犬を飼いに来る前にそうちに来てるんです。ドッグランをさっき話してたね経営してたんだけどもドッグランを使いに来たんです。あのチュープラポンとね、そうスープラ、ね、スープラは他の犬舎のと他の犬舎で買った犬なんですよね。はい、いらっしゃい。スープラを連れてうちのドッグランに遊びに来て茂田さんに会いに来たんじゃないかと。いる年これは来たと言わざるを得ないです。666です。これは言わざるを得ないです。スープラを連れてきてで茂田さんに会ってもう虜になっちゃってまた会いたくて犬を飼いに来て茂田さんと関係を持ってでお迎えにも現れて茂田さんをその日お持ち帰りしていや大体合ってますからね。どんな動画をいつも上げてるんですかと、うん、何も受けないもんで、はい、多種多様な動画を上げているんですけども、つまりコンセプトに、コンセプトがねあのちょっと迷走中で、前は、ブリーダーの現場、まあ、犬を育てることももちろんだけども、交配して、妊娠して出産まで見守って出産してでその子犬たちを育ててで育ったら販売してお別れしてまた新しい交配をしてっていうねずっとそのサイクルをあの YouTube で流してたんだけども、今はブリーダーとしてはね引退しましたので、まあブリーダー引退した理由につきましては一般人が嫌いになったっていうところなんだけども、なんかこうなんか日本人のペット意識が低いのがね気に入らなくてムカつきすぎてやめたんですけど、その辺はちょっと思想が強いんでまた別の機会に詳しいお話はするとして、もう今繁殖やってないからこのペット4人とレイと妻のピースケの日常を日々お送りしております。謎のシーズン制度っていうのを取り入れてて今一応シーズン、ファイナルシーズンでシーズン4か、うん、4、うん、シーズン4で一応今ファイナルシーズンってなってるんだけども、なんかファイナルシーズンがちょっとこのシーズン制度が結構気に入ってて、うん、あんまりこう聞いてるのかは分かんないんだけど、ね、うん、効果的なのかは分かんないんだけども個人的に気に入っててシーズン制度を取り入れてます、うん、特に意味はないです。明確な区切りもないし、ね、ないです。飽きたら、うん、やることなくなったらシーズン変えてちょっと話題性を、まあ、過去のねブリーダーの時の動画とかもまだたくさん残ってるんで、まだ見たことないなっていう人はね、僕のブリーダーとしての生かした姿もね見てほしいなと思いますけど、めっちゃ金持ちなんですよ。仕事得意で家が金持ちとかじゃなくて、僕実家は自己破産してて土級のクソ貧乏なんですけど、いかんせん僕が有能すぎて仕事がうまくいくもんで、僕40歳でファイヤーしてて、でファイヤーってなんてかっていうと、まあ、ググってほしいんだけども、まあもう一生働かなくていいと、
もうたくさんお金貯まったから、お前も一生働かなくても暮らしていけるよっていうお金を貯めたという状況だもんで、じゃあなんで YouTube やってるのかってなると、ファイナルシーズン、これは今までお世話になった皆さんへの、ね、恩返しで楽しい動画をね1年間あげようっていうことで、みんなの恩返しでお金のためじゃなくやらせてもらってるんだけども、そういえばそうだった、うん、やっぱりやってみると金が欲しいもんで、おスパチャ欲しいものリストメンバーシップをね、こびる日々でございます、うん、人気の企画は何ですかと、そんなもんあんのか、まあ、フレブルブリーダーチャンネルの動画といえばこれだよなっていう動画は何ですかと、ペコのうんこする動画ねだからフレブルブリーダーチャンネルで一番人気の動画はうんこ動画です。ペコのうんこする動画です。これがとんでもない再生回数、1000万再生に迫るところでございます、うん、で次に人気なのがちょっとジャック君のあのこの辺がよく映ってる動画っていうかこうこの辺がちょっとね、あんまよろしくないところがよく映ってる動画とかが受けやすいみんなやっぱりそういう下のところに興味があるのかなと思います。であと不幸ですね。あ、なんかやっぱり鼻につくんでしょうね。鼻につく、ね、気に入らないんでしょうね僕のことが。だから僕がこう不幸に何か僕に不幸がありましたよみたいな話をすると動画が伸びがちでございます。僕にこう不幸ではお前らみたいなクソカス市民は勝てやしないのにな、勝てやしないのによくそんなところでな、あいつ不幸になったんだってよくそこに目が行くな、自分の不幸と俺の不幸を比べたいんだろうな、あ俺よりこいつの方が不幸になったやったって思いたいんだろうな、そういう精神がお前を貧乏にしているんだよと僕はここを声高々に申し上げたいんでございます。高々に チャンネルの雰囲気はどんな感じなんだと、視聴者さんとかねどんな感じなんだろうっていうのは、まあ、基本的にはおじいおばあです、はい、おじさんとおばさんしか見てないチャンネルですね。これもYouTube チャンネル立ち上げた時から、とにかく若者の層はもう捨てようと、言葉遣いだったりとか動画の見やすさ、テンポが速いとおじいおばあは見えれないんで、なるべくあんまテンポ速すぎないようにしようとかね、言葉遣いはよくしておこうとか、とにかくおっさんおばさんが見やすいような動画を4年前から心がけておりますけども、まあ、これなんでかっていうと若者は金ないんで、若者が見てくれてもしょうがないんだよね。若者金落としてくんないから、金落としてくんないやつらに動画見てもらったって何も嬉しくないから、だから若者の層は捨ててるんだけど、基本的には民度は結構高い方ですね。だいたいネットで生きがるやつっていうのはよっぽど社会的地位の低いおじさんかおばさんか何もやることのないガキだから、このチャンネルの、コラボやゲスト、ね、他のトップ YouTuber さんだと結構仲良くしてる YouTuber 結構いるんだよね。そう、あの人とこの人仲いいよなとか YouTuber あるあるだけど、基本的に僕と仲良くしてくれる YouTuber さんは今んとこいないです、はい、まあ、ちょっと理由は定かじゃないんだけど大体想像つくけどね過去にコラボとかもしたことあるんだけど、まあ、有名どころだと、まあ、街録チャンネルさん、今ね百何十万人とかフォロワーさんいらっしゃいますけども、街録さんにね出させていただいて、まあ、見たことないよっていう人は街録しげたで検索して見てほしいなと思いますけど、ミュージシャンのゆっかさんとか、あとはブレイキングダウンで一世を風靡したアドリブマサオくんとかね、あとひろゆきさんのモノマネをされている謎の方とか、謎の方犬といえば松本くんとかね、それっきりあんまり遊んでくんないなっていうところは感じるなんかこれでこう付き合いとか始まるのかなって思ったけど、そうだよ、普通はそうだよね、なんか結構それっきりになることが多くて、友達になれなかったんだ、友達になれなかった可能性が、してもらえなかったんだ、うん、気になる方はコラボ先の方に直接聞いてみてください。なんかあったんですか、おもろなんで、まあ、基本的に常日頃仲良くしてくれてる人とかもいなくて、でやっぱり周りもリアルフレンドもおじさんおばさんが多いから、こうノリでちょっと YouTube 出るとかもあんまこうないんで、ちょっとっていう人が多いから、基本的に友達が来て友達移ったりとかもしないチャンネルですね、まあ、そんな感じで、フレブルブリーダーチャンネル初めての方向けに動画を作ってみましたが、いかがだったでしょうか。見ていてなんかちょっといいじゃんこいつらって思ってくれたら、しげたさんちっていうねサブチャンネルがあって、
そっちでは毎日配信しております、うん、毎日しかもライブ配信、うん、そう生放送でピースケと僕が犬たちと一緒にご飯食べたりお酒飲みながら、まあ、3,4,5,6 時間ぐらいだらだらと取り留めのない話をしたりしてますので、なんかにハマったなっていう人はね、その茂田さんちサブチャンネルの方もぜひ登録して見てみてください。僕とそして我々家族とね仲良くしていただければなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。シュープラがずっとさ見てるんだよ。羨ましいんじゃない。あ、こっち来た、こっち来た。車中への邪魔しちゃいけないから。うん、邪魔しないようにさしてたの、うん、わきまえてるから。わきまえしてたのか。素晴らしい女性ですよ、この方。どうしたんだよ。なんだよ、なんだよ、どうしたんだよ。